スライダーの安全が確認されたと、ポストのレッドフラッグが解除いたします。今レッドフラッグが解除、さあシグナルクリスマスキーに次は止まる。今黒フラッグからスタート一気にロケットスタートを見せてくれた。ゼッケン71中川がボールショットを奪いました。2番手にはどうやらこちら15番でしょうか。15番、そして21番、2番、6番、17番、3番、10番、11番、14番、12番といったオーダーでレースは展開されております。ご案内いたします。ただいまをもちまして、M12、M50 クラス、車体クラス、FS クラス以上の車両化を解除いたします。車両化を行っているライダーはマシンを1人につけてください。さあ、大きな構成はやはり2番手には15番エビナ、3番手21番イッタワ、4番手2番の9万、5番手61番岡田、6番手17番谷、7番手3番斉藤、8番手10番加藤、9番手11番ゴスリー、10番手74番イッタオーダーです。塩原とイッタオーダーです。最速の名を欲しいままにしている71番中田に2番手ゼッケン、15番エビナが襲いかかろうというところ。しかしながらその差はじわじわと引き離されているようにも見えます。3番手には21番こちらフルサイズのマシンを借ります氷川誠。今本気のライドを通過したトップクラス、残り周回は15周、一体1周を通過しました。さあ第3コーナー、ここのブレーキング合戦、中田が絶妙なブレーキを見せる。しかしながら後続のエビナ、そして氷川も同様にブレーキ。ST50 クラス、かつ ST50 クラスやれた17インチ、 NS50R の参加です。さあここで9番に対して61番岡田が前に出ました。岡田が一つ順位を上げまして4番手に浮上。
やはりペースを上げてきているのか。ゼッケン71位長波、2番リポートのアドバンテージをじわりじわりと広げてきております。現在トップ2番手のディフェンサーコンマ90、コンマ97だ。あともう一人で1秒開こうというところ。
第一線